最近コーパスという言葉をよく聞く。言葉を集めた資料体というが、一体どういったものなのか。コーパスというものは、定義風に国語辞典風に述べれば、言葉の研究その他の目的のために実際に用いられた言語の用例を大量に、そして組織的にある原理を持って収集したもの、そしてそれが誰でも使えるように公開されているものということになるかと思います。このコーパスを使って一体どういうことができるようになるんでしょうか。はい、では実際の例として非常に簡単な分かりやすい例を一つお目にかけようと思います。それは我々の住んでるこの国ですねの名前を、何と呼ぶか、日本、これが2つあるということは、どなたでもご存知なわけですけど、実際じゃあどっちがどれぐらいの割合で使われてるんだ、半々なのかという、そういう量的な単純な例ですけど、それをちょっと私どもの作りました話し言葉コーパスを使って検索してみたいと思います。で、今この画面に出ておりますのはチューナゴンという画面。このチューナゴンというのがコーパスだということではないですね。ではないですね、チューナゴンはコーパスを検索するため の, ウェブアプリケーションの名前 で,、今この画面にいろいろなコーパスが出ております。こういったものをどれでも検索することができます。で、特に単語の情報の検索に特化したアプリケーションになっております。なるほど。で、今ここではこの日本語話し言葉コーパスというものを選びます、そして何を検索したいかということですけど、ここはそこに日本という単語を指定します。そして検索しています。そうしますと、この日本語話し言葉コーパスというのは750万語ぐらい の,、規模なんですが、そこに8246件入っているということが分かります。ただこれ全部がこの画面には表示されませんで、その中からランダムに選んだ500件がこの画面には表示されます。で、ここに発音が表示されておりますし、こう文脈が前後表示されています。で、これ相当できますので、相当しますと、その500件のうち最初にイオンとかニオンとかなんかをちょっとこう言い間違えたような例が出てきて、ここから日本になりますね。で、これがどれぐらいあるかというと9例ですね。2% か、それぐらいなんですよね。で、実際全体を検索しますと、確か 97.5% ぐらいが日本で、日本はちょっとしかないんですね。で、これ多分意外と思われる方が多いと思うんです。で、これはテレビで特にニュース番組なんかでは日本ということが非常に多い、そうですよね。で、これは放送の局の方で規定を決めていたりして、国名は日本で言うんだというようにルールを決めていたりしますので、テレビだけ見てると、ほとんど日本が出てくる。逆にあれですね、調べたいと思って調べる時もそういうことをちょっと頭に置いとかないと、なんか実は大事な違いが入ってるのを見落としたりっていうことになりますよね。で、そういう情報が最初からコーパスに与えているということは非常に重要です。